はい、どうもプレイヤータカです。はい、今回の動画は、シンデレラ、またシンデレラかってなっちゃいますけど、とりあえず今回はフルアイテム全力プレイ、ルビー延長ありのスコアタっていう形でさせてもらったんですけど、びっくりするぐらいの、ハイスコアを叩き出しましたんで、今回動画にさせてもらうことにしました。それで一応プレイ動画の方は手元のみとなってます。すいません、画面録画するのを忘れてました。はい、若干手元動画の方は手もかぶって見にくいかと思いますけど、一応解説コツも含めて、プレイ動画、一緒に流しますんでご覧ください。どうぞ。はい、改めましてどうもタカです。ここでは、まあ9億点ぐらいからの途中再生プレイ動画も含めて、コツをまあ紹介できたらなぁと思います。まあただ単にプレイ動画だけで見てたらね、面白くないんで、はい、ここではまあそういったコツ、まあ僕なりのコツなんですけどね、まあ説明していけたらなと思いますんで、まあプレイ動画もそうなんですけど、それプラスそのコツっていうのをちょっと聞いていただければなと思います。そして今回のコツは、まあ以前にお話しした、まあ動画でね、お話しした内容と若干被る内容がございますんで、その点ご了承ください。で、今回ね、喋るコツは、この動画のようにバカほど得点を取るためではなくて、一応ね、まだ1億目指されている方もいらっしゃるんで、とりあえず1億点取れる、まあ、プレイの仕方っていう形で、解説させていただきますんで、その点ご了承ください。まあ、あと、プレイ時間が非常に長いため、まあ、コツだけじゃなく、軽い雑談も含めて、お送りしたいなと思ってますんで、その点よろしくお願いします。はい、面白いことばっかり言うんじゃなくて、たまに変なことも言うかもしれませんけど、その点よろしくお願いします。あとこれは余談なんですけど、今回のプレイ動画は一応まあ、素点9億、ちょっと行ったところで、プレイ動画は再開してますけど、まあ、延長前は、実はこんな点数でした。はい。実は、10億行ってなかったんですよ。延長手前までは9億7千万。そっからの今のプレイっていう感じですかね。だから延長ルビー10秒でここまで伸ばせれるシンデレラ、すごくないですか。使いこなしましょう皆さんね。ここまでの強さを秘めたシンデレラね、使いこなせなかったら損ですよ。うん、まあでもここまでやれとは言いません。とりあえず1億皆さん目指しましょうね。1億ね。はい、では早速ね、長々と喋ってましたが、解説の方行きたいなと思います。まずはコツ1つ目、30分戦える根性を身につけよう。はい、これに関してなんですけど、
まあ、だいたい、プレイヤーレベルにもよりますけど、だいたいね、シンデレラ1億到達するには、30分所要します。だからなので、とりあえず30分戦える、まあこれはね、しんどいんですけど、ファイトです。あと、まあ、30分もプレイするのしんどいっていう方もいらっしゃると思うんで、それはね、やっぱり小休憩挟みながら、まあ、頑張るようにしましょう。はい。続きまして、コツ2点目。タイムボムが出にくくなったときは、休憩。これはね、端末の休憩いたしましょう。長い間プレイしていると、タイムボムがね、出にくくなることが多々あります。これはですね、おそらくなんですけど、端末に負荷がね、かかって、まあシンデレラは結構端末に負荷がかかります。まあ、Android はもろにかかるんですけど、iPhone も実はね、かかってるんですよね。例えば、このぐらいの速さのなぞりやったらね、まあ、9チェーンとかできる速さでなぞってるのに、まあ5チェーンで途切れたり、4チェーンで途切れたり、まあそういうことあると思うんですね。で、また、8チェーン、9チェーンでなぞってても、そんなにタイムボムが出る確率が少なくなったっていうことがね、あると思うんで、その時はね、自分だけではなくて、端末にも休憩を与えてやりましょう。はい。次は3点目。コツ3点目です。まずは基本スタイルで。これはね、まずね、シンデレラのやりやすい環境を作ってあげましょう。まあ、一括りにやりやすい環境と言いましたけど、まあ、例えば、タッチペンでやるのか、指でやるのか、または、両手なぞり、片手なぞり。で、もしくは、持ちプレイでするのか、机に置いて置きプレイにするのか。まあ、そういうとこですね。まあ、基本は、指でやった方が自分はいいかなと思います。タッチペンでもね、一応できるのはできるんですけど、レベルが高いかな。うん。まあ、でもタッチペンの方ができるっていう人も中にはいらっしゃると思うんで、それはそれでいいんですけど、まあ、はじめは指でやった方がいいかなって自分は思います。あと、両手なぞり、片手なぞりっていうことなんですけど、まあ、この点に関しましては、片手なぞり。うん。スタンダードな方法。自分もこれ、まあ、動画のように、片手なぞりで行ってます。両手なぞりはね、一応、いっぱいなぞることはなぞれるんですけど、正確さ、チェーンする正確さが、慣れてないと非常に難しいんで、ここはやっぱり片手なぞりの方がいいかなって、自分は思います。はい。あとね、置きプレイ、持ちプレイに関しましては、これはね、断然置きプレイでやった方が、いいと思います。持ちプレイで、30分プレイとかそういうのはあんまり自分はおすすめしないかな。手も疲れるしね。はい。
ていう感じですかね、ここで言うのはね。あとまあこれはね、余談なんですけど、自分これ置きプレイしてるんですけど、実はこうなってます。はい、ね、若干ね置きプレイなんですけど、角度つけてるんですね。こっちの方がね、自分ね、性に合ってるというか、なぞりやすい感じがしまして、実はデレラの時は完全に床じゃないわ机に置いて、で若干物を挟んで角度をつけながらの、デレラプレイっていう感じですかね。はい、ここはねやっぱ自分のやりやすい方を選んでプレイしましょう。はい、引き続きましてコツ4点目です。コツ4点目は数より正確さ、これですね。まあ単純に、チェーン数のことです。例えば、あなたは12なぞりですか、11なぞりですか。まあそこのとこなんですけど、まあ一応ボムアイテムありで大概の人はやってらっしゃると思うんですけど、ボムアイテムだ込みだったら8チェーンから12チェーンが一番タイムボムが出やすいっていうチェーン数なんです。そん中で、12なぞりでやってらっしゃる方、もしくは11、まあ10、まあそれに満たないっていう方もいろいろいらっしゃると思うんですけど、まあ最低10から11なぞりかな。12なぞりはね、していただいても構わないんですけど、なんせね、せわしい。せわしいって、まあ、忙しいって意味なんですけど、そのせいで、やっぱりどうしても、急いで、なぞってしまうっていうことになりがちなんで、慣れるまでは、やっぱり10なぞり、11なぞり。この辺を狙ってプレイしてもらったらいいかなと思います。自分もね、12なぞりでやるとね、全くもうチェーンがバラバラになってダメですね。なので自分のプレイスタイルは11なぞりで行ってます。案外ね、11なぞりでもフィーバーボーナスが100万普通に超えれるんで、まあこれ毎積むとかにもまあよりますけど、11なぞりでも100万点以上は全然いける範囲なので、自分はこのスタイルでいってます。まあ他のスタイルでも全然構わないんですけど、数多くなぞろうとして、まあ5チェーン6チェーンとかそれぐらいのチェーン数で終わるよりかは、全然、なぞる回数を減らしてタイムボムを狙っていった方が自分はいいかなと思います。それとあともう一点、こちらの画像をご覧ください。はい、まずは右側の図、これは、まあよく言われてるなぞり方ですね。8の字なぞり、まあ図のような感じでなぞってください。で、あと左側なんですけど、これはね、上の降ってくるツムをよく見てなぞっていきましょう。これを怠ると、まあタイムボムに満たないチェーン数になったり
しますんでね、なぞるのはいいんですけど、まあ早くね、なぞるのはいいんですけど、上も意識してなぞってください。全然違いますので、上を振ってくるツムを見ないと、ほんまに悲惨なチェーンソーになるので、その点気をつけてください。そしてラスト、コツ5つ目。ボム割りの大切さ。このボム割りの大切さについては、まあ、スキルで、チェーンしてできたボムですね。これを、ただ単に何も考えないで、消してる人いませんか？もう、ボムが邪魔やからパン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 って消してしまうみたいな。そういう、やり方は NG です。ボム割り。これがね、非常に多分、大事かなと思います。スキルでできたボムは、スキルループができるように、うまいこと考えながら、ボムを割ってください。また、こういうことも、考えながらやっていただけるともっといいですね。画像の方を出しますんで、そちらをご覧ください。この場合、普通に割っても、スキルループはもうもちろん可能なんですけど、ハッチェーンとかロングチェーンできるとこがありますよね。上の図のように。丸してるとこね。こういうところがないかを探して、あとはボムでババババって割ってもらうっていう形のプレイ。まあこういうプレイも非常にタイムボムが狙えますから、そういうプレイができる感じが大変よろしいと思います。そんな感じで、まあコツとして、説明させていただきました。まあこれを意識してプレイしたら、1億は取れるんじゃないかなーって思います。はい。で、手元プレイの方は、ただいまね、ちょっとお遊び中です。はい。タイムボムを何個出せるかみたいな感じでやってますね。まあ、今回は、21億ね、狙わない。ね、狙わない形でやってるんで、今回はっていうか、ここまで来たのがマジで、初めてなんで、怖いんですよ。エラーが怖いんですよ。何回もね、自分ね、記録更新っていう時に限って、ちょっと休憩して、エラーで、タイトル画面になるっていうことが多々ありましたんで、今回はね、まあこんな感じで、はい。あくまで最高記録更新が、目標だったんで、まあ最後はこういうお遊びプレイになってます。またあとね、もうちょっと狙えたんですけど、まあここで時刻は見えるかな？ 3 時53分。これ夜中ですよ、夜中。夜中の3時53分終了いたしました。実はこれね、夜の10時頃から始めて終わったのが今なんです。はい。まあ言ったら6時間ぐらいかかったかな？いろいろ休憩しもってなんで、まあそれぐらいかかりました。はい。初体験でした。はい。はい。ここも長いですね。ここが長い。一番長いですよ、ここ。13億。今回ね、13億だったんですけどね。この待ち時間が非常に長い。でもね、ボタン一つ押せばね、パッて出るんですけど、
この長さ意外といいですよね。うん。さあ、もうちょいで8億、13億まであと5億ちょい、5億ちょい。長いな。もうちょいで10億かな。はい、10億。さあ、こっから1分ぐらいで13億到達するか。いや、長いな。あと1億。あと1億。もう、ぼちぼち、終わりますよ。はい、来たー。13億9600万。自己ベストをね、これね、2倍以上更新しました。はい。っていう感じで、今日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。